はい、ワドツです。2017年11月の29日、朝の8時39分です。リスナーさんからの、リクエストがあったので、今回は匿名枠です。よろしくお願いします。匿名あんま好きじゃないんだけどね。おはようございます。はい、ワドツ。はい、ワード2。はい、ワード2。はい、ワード2。はい、プップクブ。はい、プップクブ。はい、ワドツ。はい、どうも。和道に戻さないんですか？いや、和道自体の名前を捨てたいと思ってて、黒の赤でやりたいんだよね、本当は。だけどもう和道って名前がさ、結構でかくなっちゃってて、今更名前変えるのもどうかなとか思って。ああ、この水晶凡人入ってるんだ。和道には戻さないかな。あ、すげえ、水晶これ凡人入ってるんだ、両方とも。気づかなかった。こだわりとか、いや、和道って名前にこだわりは全くないね、俺は。のんちゃんとどんなセックスしてるの？いや、別にノーマルだけど。和道がいい。え、平和の和の方がいいの？みんな。え、なんで和がいいと思うの？いや、名前の由来なんかないでしょ。こだわりない、全然。名前なんか記号で何でもいいと思って。うんこでもいいもんね。うんこでもいい、別に。嫉妬とかしないですね、僕は。嫉妬をするってことは自分のものにしたいってことで、道具として扱ってることだから。え、みんな和の方がいいの？え、だってさ、和道って言ってた時、最初の2年ぐらいは、和道ってなんだよってすげえ叩かれてたんだよ。本当にひどい名前とか、うなちゃんマンに和道ってずっと呼ばれてたんだよ。慣れてないだけだと思うよ、多分。本当にそれだと思う。第二うんこでも別に構わないね。石野に飯をおごれや。なんでや。なんで俺がおごんの。いや、別に和道で怒ってないし、別に和道好きに呼べやいいじゃん。好きに呼んでいいよ、別に。あんまり本当にこだわりないっていうか、伝わればいいと思ってるから。あ、運気がいいの。まあ、みんなが和道って書けばいいんじゃない？ター君は別にグッと来ないな。年上だからおごらないといけないってさ、変な宗教だと思ってるから。っていうか俺、はっきり言うけど、石野にすっげえおごってるわ、多分あなたより。 で、他人がどうこう言うことじゃないと思ってる。俺がおごりたい時におごるべきだし。で、年上だからおごらないといけないっていうのは変な宗教だと思うから。
俺はそういうなんかくだらない宗教はやんない。IQ はトレーニングできないですよ。高光って名前、本名だわ。BGM 飽きた。いや、だから無責任なコメントっていうか、ただ、なんつうの、言いたいこと言うだけだから、会話のレベルがぐっと下がるんだよね。石野に今までいくら使った？もう覚えてないけど。人にいくら使ったっていうふうにカウントをしないわ。高光って呼ぶの。コメントと遊んであげる和道さんも素敵。あ、風船ありがとう。何考えろよって。石野は寒い中外で寝てる。だってあいつがそれを選んだことでしょ。あいつが選んだことをなんで俺が責任取らないといけないの。いや、だし石野もそれを望んでねえわ。石野が自ら外に出たんだよ。テコメっつうか、だから、なんつうの、考えてないで発言してるだけだから、責任取らない言葉に何の意味もないと思ってるかな。逆にコメントじゃない、匿名じゃないとコメント書けないっていうことは、生き方間違ってると思ってるけど。思わないよ。石野には石野の人生があるんだよ。あいつは必死になって頑張ってんだよ。本当だよね。石野にアイテム投げてやるよ。のんちゃんいること多いね。のんちゃんいること多いね。まあそういう人間なんでしょう、陽平くんは。波動さんの星ドラ？見る？俺のキャラクター、星のドラゴンクエスト。いいよ。無課金なんだけど、星のドラゴン、あ、仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。文鳥いますよ。AV の仕事は流れてるから多分お釈迦になってますね。星のドラゴンクエストをメインのキャラクター見せればいい？パズドラは昨日久々にやったかな。1年ぶりぐらいに。もうなんかわけわかんなくなってて、バステト使いだったんだけど、なんかアシストキャラみたいな、よくわかんないのが実装されて、もうついていけなかった。ルールが変わりすぎ。まあ職業は海賊、賢者、魔法戦士なんだけど、海賊が一番強いから見せるか。海賊は和道釈迦ノリコの3人なんだけど、和道釈迦ノンの3人で、何見せればいいんだろう。強さ見せればいい。守備力が606、攻撃力348かな。で、剣が貫突のハグ剣だね。装備は剣の、何を見せればいいの？強さ。天空装備全部に。頭は天空の冠から黄金竜に変えたね。魚眼レンズじゃないよ。ロジクール。バステトまだ使えるんだ。コンボキャラが好きだから。こだわり、赤黒白しか身につけたくないっていうのがあるね。ドラクエライバルズはやんないかな。星ドラでいいや。これ無課金で2年間ずっとやってるよ。ノン、ワド、シャカだね。最強装備っていうか、無課金で初日からずっとやってるから。まあ、ワドは
ロトの剣貫突かな、うん、でルビスの上、光の鎧下かな、うん、でまあ釈迦は賢者で、ギガデイン、メラゾーマ、あ、じゃあカイザーフェニックスか、ギガデイン、カイザーフェニックス、メラゾーマ、ピオリムのベホイムかな、ベホマラは持ってない、うん、そうそう、テーマカラーが赤黒白だから。ハートありがとう。ガチャ引いてみるか。無料ガチャ引きます。ハズレです。温泉熱海とか行きたいけど、のんちゃんがあんま乗り気じゃない。多分家の中で過ごすんじゃん。ニコ生投げ銭システムにならないと思うよ。電波悪い？そう？昨日染め直したんだよね、髪の毛。オレンジ色になってたから、ストロベリーピンクを入れ直した。ストロベリーレッドだ。ストロベリーレッド入れた。プレミアをなくす。ニコ生にあんまり期待も信頼もしてないかな。別に誰かが始めて誰かが儲かった実績が出たら追っかければいいだけだから、俺はふわっちの方が信頼できる。いや期待ないでしょ、みんな期待してないと思うよ。むしろ期待してた人は昨日の会見でがっかりしたでしょ、なんだこれっつって。大会した人多いと思うよ。班がある。班ってなんだろう。今日の予定は何もない。今年はいい1年だったね。配信で飯食えるようになったからね。生活保護も抜けられたし、よかったね。のんちゃんとも出会って付き合って仲睦まじくやってまいりました。もう稼げてないって文句言ってんの、うん、ドレさんロム線多すぎるよな。ドレさんの放送付き合って1年だね、ちょうど。来年は捨て頃あるけど、あんまりその捨て頃に頼らないようにはしようと思ってるけど、来年は俺 YouTube 頑張ろうと思ってるかな。動画、ちょっと動画に行こうと思ってる。アメスピ美味しいよ。うん。最初は違和感あるけど。保護歴、保護歴、何の話ですか？主語を書いてください。あ、生活保護。生活保護は4年受けてたかな、うん。付き合った日のことを覚えてる。付き合ったっていうか、付き合いましょうとかじゃなかったかな、別に。気がついたら一緒にいたかな。気がついたらここに住んでたかんね。住んでるとは違うけど。なんか部屋のベッドでいつもゴロゴロしてたから。うん。花火投げる価値ない。あー。俺には投げたことあんの？1.5 倍から2倍ぐらい長く吸える。添加物、その、普通の JT のタバコって、タバコの葉っぱがあるじゃないですか。で、そのタバコの葉っぱからニコチンを抜くんですよ。で、紙くずっていうか葉っぱのくずを作って、で、葉っぱのくずをバルブって言って、紙にするの、簡単に言うと。
で今度かその紙に人工ニコチンを再度入れるの。だから味のバランスが整ってんのね。でさらに1本のタバコの中で吸いやすいように燃える添加剤みたいなのが3分の1入ってんの。だからそう吸うって軽く吸うとバーって燃えるのよ。だけどこれ見ると分かるんだけど、吸っても短くなんないでしょ、あんまり。そうタバコの天然の葉っぱだけなのね。で無農薬のオーガニックなんですよ。だから葉巻とかの味に近いかもしれない。ワドちゃん大好き、ありがとうございます。投げ銭やらないのはフワッチ規制されるからか。なんかよく思うんだけど、フワッチがなくなるとか規制が入るって言ってるけど、俺は入らないと思ってるかな。なんで逆にそうネガティブに考えるんだろうって。潰れもしないし、うまくいってるコンテンツはうまくいくと思ってて、で仮になんだけど、潰れはしないと思ってんだけど、投げ銭が法規制入りましたって言ってもさ、その経済が悪くなるだけだから。じゃあ YouTube ライブもダメになるかって言ったらならないでしょ。まあ制限とかは加わるとかあると思うの。ガチャ規制みたいな感じで1日5万円までとかあると思うけど、別にあんまり気にする必要ないと思ってるね。配信は儲かるか儲からないか。いや、働いた方がいいんじゃないですか。食える人はごく一部だと思ってるんで。これ、俺はね、メンソールで一番きついやつがこれだね。マルボロのメンソールライトっていう。緑色の濃いやつ。俺は別にどこ行っても困らない自信があるかな。投げ銭システムのサイト、YouTube にもあるし、FC2 もあるし、多分どこ行っても売り上げ変わんないと思ってる。多分トップ100人ぐらいじゃないの。配信だけで投げ銭だけで食えてんの、トップ200人ぐらいかな。まあ30万人ぐらい人口がいて、そのうちの200人しか食えてないから、まあ儲からないでしょ。一部の人が儲かってるだけで。いつから和道の閲覧減り始めたの？コメント止まってるし。いや、別に閲覧も減ってないし、コメントも止まってるとも俺は思ってないかな。あんま変わってない。今、どこも花火上がってない。そう。俺、富士そばは一回も誘われたことないよ。だから誘われたら絶対行くね。誘われたら絶対行く。ああ、運営が投げてる。いや、まあ別に投げててもいいんじゃない？買ってみて。ただね、最初は多分美味しくないと思う。一回慣れると他のタバコはまずいって感じるような感じ。いや、俺は別に絶縁だとは思ってないけど。鮫島さんがそう言うんならそうなんじゃ。俺別に鮫島さん嫌いじゃないよ。雑談のワードをこの時間見てしまうんだな。いや、見るもんないからね。ありがとう、見てくれて。いや、なんか、あれだよ。売名したいとかないよ、もう。富士そばで売名したい、捨て頃で売名したいとかない。某配信者が外部サイトから、専属配信の勧誘を受けて時給3000円って提示受けたらしいです。断ったらしい。セブンティーンじゃないの。俺さ、その金額以上でお誘い来てたけど。俺、鮫島さん嫌いじゃないよ。最近儲かってないっすね。もしよかったら花火ください。配信終わったら寝るの。飯食ったり、風呂入ったりとか、あと、まあ、動画編集したりとか。ありがとうございます。俺、嫌いな人いたら嫌いって言うから。どれが、和道はお兄ちゃんとか、俺の配信完コピしてるとか言ってるけど、あれは何なの？ドレさんのことはドレさんに聞いてください。僕は分かりません。ドレさんが言ってることはドレさんに聞いてください。お兄ちゃん子って何だろうね。ポコチャで時給500円でお誘い。俺いくらだったっけな。俺が契約したのは投げ銭の30%プラス時給いくらだったっけ？
時給結構良かったけど、でもやらなかったね。鮫島さんと別に仲悪いと思ってないよ。嫌いな人いますね。便所さん好きですね。はい。イソアン取るためにわざと車を脱輪させる、脱輪、車を脱輪させる、ももくん。あ、ももくんって人の配信見たことないからわかんない。いや、やってないっすね、僕は。鮫島、お前のこと見下してるのに。それは鮫島さんの問題でしょ？俺の問題じゃないから。ワトに投げてただけじゃなくて、他の配信者にも投げてたんだけど面白くない。ああ、そうなんだ。俺に投げてくれてんだ。ありがとうございます。これ以上売名ないわな。そう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 。まあ正直言うと、有名で人気がない状態だと思ってるから。有名なんだけど人気がない状態だから、これ以上売名する必要ないんだよ。で、売名成功するのはもともと人気になる要素があってたまたまハマったパターンだと思ってるから、これ以上名を上げる必要はないと思ってるの。むしろ好感度を上げないといけないと思ってる。 俺に必要なのは好感度だと思ってる。なんでセブンティーンやめたの？閲覧もすごかったんだよ。同時閲覧最高7000人とか言ったんだけど、あのね、まあいろいろあんだよ。いろいろあんだよ。察してくれよ、そこは。おはようございます。まあ好感度大事でしょ。話し方悪いかな、もう分かんない。アンチばっかりなの、なんでか。好感度なんていらない。なんだかんだ和道くんの配信見ちゃうよね。バーあゆみの時代からモグリン。ああ、ありがとうございます。古いっすね。バーあゆみってだって相当前だよね。最近、最近影が薄い。ああ、そうっすか。鬼伝のアイラ嫌いだよな。俺は、あ、俺は今のアイラは嫌い。いや、切ろうか迷ってんだよな、髪の毛。もう長くてうぜえんだよな、ほんと。髪切ろうか。いや、左右で違うよ、もともと。左右短、こっち側短いんだって。こっち側は短い。アシンメトリーなんだよ、これ。こっち側だけ短くて黒なんだよ。左右変えろって、もう変わってるから。こっちから見ると坊主っぽいでしょ。彼女に切ってもらおうかな。上から目線で話してないと思うけど。ああ、カメラの向き逆にやってみようか。こういうこと？こういうこと？ツーブロックが多かったかな。ツーブロックばっかりだったね。短い方が似合う。文鳥ですね。外見がお父さんみたいな時あったっけ？ あ、ゆいがさんか。ゆいがさん喋りうまいよな。うなちゃんマンとかも面白いんじゃないの？便所さん、どれさんとか。この辺はかぶってると思うよ。好きです。ありがとうございます。坊主にはしないね。文章いるよ。ペコ、シャカ、シャカ。いや、飯食ってるから。ペコもシャカもいるよ。ゲイではないかな。大好きです。ありがとうございます。ドレさん面白くない？でもドレさん500人ぐらい人集まってるよ。それかわいいよ。名前覚えるね。風船ありがとう。反応するどころか、
結構頭いいよ。坂戸ペコだね。自分が不細工なの自覚しますわ。いや、俺自分のこと不細工だと思ってるけど。セゴル2、わかんない。出るか出ないか俺が決めるんじゃなくて、ベンゾさんとやるから。タイマー張らないっすね。あ、わかる。キレゲーを覚えてから俺も見なくなった。すげえわかる。めんどくさい。ああいう、小賢しいというか。なんか、ドレさんが面白かったのは、なんか配信に染まらなかった時が面白かったね。消えてから、アイラから電話ないね。交換はしたことないですね。 はい。いや、なんか最近のアイラはちょっとないなっていうのはずっと言ってるよ。どれは、いや、ドルさんに言ったんだよ。水増しだよっつったら。で、ドルさんは、って言ってて。いや、リスナーがやってるよっつって。ああ、そういうもんなんだっつって。だって明らかにコメント走ってないじゃんっつって。で、まあ、リスナーがやってんならいいんじゃんみたいな。言ってたけど。別に困るもんでもねえし。まあ、確かに、みたいな。ドルさんは明らかに水増しだろうね。まあ、でも本人がやってないんだったらいいんじゃないの。事情があってコメできませんが、もむくって応援してます。あ、ありがとうございます。もしよかったら、アイテムは匿名で投げてください。僕にとって応援はアイテムなんで、イコール。安いアイテムでもいいんで、風船でもいいんで。のんちゃん元気だよ。はっきり毛嫌いしていたが普通。どれの閲覧の減り方おかしい。いやー、そんなもんでしょ。いや、俺は水増しとかないでしょ。あ、でも結構昔からだよ。コメント15分止まってるとか。だって電話とかで3時間話しても、ほんと9割どころか99%ドルさんが喋ってるもん、ずっと。車の中とかもすごい。なんかドルさんは変わったんじゃなくて、本性が出ただけだと思ってる。いや、今多分ね、ブロックされたらログアウトしたら見れないはず。すげえおしゃべりどころか病気だよ、ドルさんは。別に終わったとは思ってないかな。俺は、うなちゃんマンとコラボしちゃったのがもったいなかったなと思ってるね。もっと引っ張ればよかったのにっていう。なんか、うなちゃんマンのリスナーもがっかりしたと思うんだよね。なんか、うなちゃんとの対立構造みたいなのがすげえ面白かったのに、キャラが潰れちゃったんだよね、あれ。ログアウトして見れるんだ、まだ。いや、大手とかじゃなくて、ブームがあるだけだよ。ブーム。だから、なんか、ふわっちのリスナーさん、そこがわかんないんだよね。ブームとかトレンドと大手を一緒にしちゃってるんだよ。乗ってるのは乗ってると思うよ。ツバニャンは可愛くないかな。 ちょっと待って、匿名だからって誘導尋問やめてよ。これでポンプ入って本人からさ、なんか嫌われるじゃん。やめて、なんか好感度下がるでしょ。いやいや、可愛くないでしょ。可愛くないでしょ。どう見たって。中肉中背のブスが一番困るんだって。ああ、もうやめよう、この話。配信者で無口なやつ、俺めちゃめちゃ喋んないわ。ライバルがいた方がいいと思う、俺も。いい意味でね、切磋琢磨できる。実力は伴ってないと意味ないけど。アドグッズ増やしてこだわりあるから好き。あ、ありがとうございます。今度ピンバッジを販売しようと思ってます。ピンバッジ買ってください。今日も順調にどれがピキってる。花火が上がんないとあの人怒るんだよね。
アイラはもともとそういうタイプの配信者。ただ、周りの配信者に対して態度がおかしくなったの、最近。うなちゃんマンは、どれにうなちゃんマンアンチを送り込んで、コラボすることで、どれからうなちゃんマンアンチを奪ったし、そこでアイテム閲覧する。そうそうそう、全く同意見。全く同意見。バクソは顔いじってる。別にいじってる分には、俺はディスするつもりないの。整形して本人が幸せになれるんなら、そういう人生はありだと思ってて、女性はやっぱり綺麗な方が得をすると思うから。だから、顔いじってても別にいいんだけど、のんちゃん可愛いよ。ていうか、俺あんまり見た目気にしないタイプかもしれない。キャラクター的な、性格的な可愛さが女性には大事だと思ってて。ライバル、ニコ生やってた時とかはね、サノッチとか川崎洋平くんとか、ワンワンとか、すげえライバルいたんだけどね。メモレイとかね。実際、ワド会ったら気持ち悪いオタクって爆走言ってたからな。あ、そうなんだ。へえ。一番喋れない。金前さんは喋りが武器じゃないから。ステータスを気違いに振り切ってるから。小柄で華奢な子がタイプ。小柄な子がタイプかな。華奢じゃなくてもいいけど。のんちゃん、運動神経めちゃめちゃいいかんね。いや、キラコメなんて全然ないよ、俺。のんちゃん、お水持ってきて、つって。ちょっとこき使いすぎだよな、俺な。四段解散後あたりから2ヶ月ぐらいネガティブキャンペーン苦しかった。いや、あれは、だから、鮫島さんとか他の人とかが、まん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 、和道を叩けば、みんな覚えといた方がいいよ。これ、今だから言うけど、これ、便所太郎さんとかが得意、大手の人結構得意なんだけど、自分に矛先が向くじゃん、アンチが。その時に、うまい配信者って他の人をディスるの。そうすると、矛先がずれてくの。だから、自分が叩かれたくない時に、他にターゲットを見つけて叩くっていう。で、俺は結構それが下手なタイプの。だから、一極集中で和道を叩いとけば自分の好感度上がるっていう時期が2ヶ月あったんだけど、ぶっちゃけて言うけど、フォロワーの数も増えてるし、収入も増えてます。だから、太い囲いさんが2、3人いなくなったの、花火師さんが。でも収入上がってます。で、結局、長い目で見たら、リスナーさんもバカじゃないから、絵って別にそんなに悪くなくないとか、冷静になった時に進化が出るから、そこはあんまり普通にやっててよかったなと思ってて。キャンペーンが終わっただけだと思ってるね。洋平くんはまあ、スピリチュアリストだからね。ちゃんと見てるリスナーさんの方が長く付き合えるから。俺は逆にこの2ヶ月ネガティブキャンペーンされてよくて、今見てくれてる人がもう一生見てくれてるぐらい、長いロングスパンで見てくれてるし、ロングスパンで支援してくれるし、本当に俺のこと好きだって言ってくれてるから、逆になんかにわかがいなくなって清々したと思ってる。そう、リスナーはバカじゃない。あ、メガホン200個、あ、200個もくれたんだ、ありがとう。そう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 、一人に投げてもらうよりたくさんの人に少しずつ投げてもらうことの方が大事だ。歌配信は、まあ、ちゃんと言うなら、もうタイミング見てほしいんだけど、コメントが止まった時、俺嫌がらせでやってんだよ、あれ。リスナーに対する当てつけでやってんだよ。会話する気がねえんなら歌うぞっていう。わざとやってる。ワドって親いるの？親いないです、僕は。悪魔です。悪魔から生まれてきました。解散された旅団が他の枠で同じようなトラブルを起こしてたの。いや、そういうもんでしょ。いや、旅団がどうこうじゃなくて、そのリスナーの問題だと思ってるから、一人一人の。嫌がらせなのは知ってた。リスナーも発言。リスナーは意外ときちんと聞いてるよ。フットサルは参加しない。テルにも伝えた。フットサルはやめる、もう。デイドリームビリーバーいいよね。あの曲はすごいいい曲だよね。ていうか、今の清志郎はすごい、やっぱり。イマジンを日本語で歌ったのは、あれはすごいと思ってて。解放は旅団がおもちゃにしてダメになった。あ、俺も全く同意見。いや、だから解放がちゃんと助けてとか、解放の問題だと思ってる。解放がまた大手になりたいっつって、配信ちょっと売名させてくれって言ったら、全力で応援するけど。
だから、俺からしたらさ、その旅団の元メンバーが解放を囲い込んでるわけじゃん。要は私たちが抜けたんだからあんたもってやってるわけでしょ。私たちも来なさいよって。でも別に解放が何しようか解放の問題だけど、解放が俺のこと師匠って呼んでるわけじゃん。だから解放が実力出したいって売れたいって言うんだったら全力で言うけど、解放が求めてないんだったら俺からしたらただの一リスナーだから、ふわっちは潰れません。いやどうだろうね、便所さんとドレさんは完全に割れたと思ってるから。どれが嘘ついてる、俺にはアンチいないって言ってる。小さいアイテムをいろんな人にもらってる配信者の方が息が長い。息が長いっつうか、なんかよく言うんだけど、俺がいつも言ってるのは花火投げろって言ってるんじゃなくて、どんなに貧乏な人でも応援するとか頑張ってほしいと思うなら、ポケットに100円ぐらい入ってるから。で0と1は違うよっていう話をよくしてて、本当に応援する気だったら1円ぐらい投げるでしょっていう、風船1個でも。で応援してる、ただで見てる、ロムってるって言ってるけど、それを提供してくれてんの今さ花火師さんじゃん。俺の生活養ってくれてんの。でもその少なくてもいいから、子供でも100円ぐらい持ってんだから、その1000円投げろとは言わないよ。毎回1ヶ月に100円ぐらい使ってくれよっていうのは俺の正直な気持ちだね。すっげえ助かるからっていう。ああありがとう風船。本当にそんな感じ。0と1は全然違うっていう。ああそうだよ。それはもうアメジンが結構裏でブチ切れてるね。ないわっつって。ワードを聞きながら寝てしまい、いつの間にか歌配信になっており、悪魔的下手な歌でうなされて起きたらワードの歌だった。あ、すいませんどうも。毎回っつうか、1ヶ月に1回だから花火くれるとかパフェくれるとか、そういうやり方でもいいけど、ただ、その応援してるって言っててアイテム投げたことありませんっつうのは、応援でも何でもないと思ってるかな、正直。それただ見てるだけでしょっていう。それは応援に入らないの。いや、花火1個も、いや、全部ありがたいんだよ。風船1個だってありがたいんだよ。ただ、はっきり言って無料で見てます、応援してますって、恩着せがましい。俺からすると。それ、アンチよりひどいと思ってる。だから、風船1個で本当にありがたいからっていう。だから、気休めの、なんか応援してますっていうコメントよりも、未然に切ってくれ、つって。頑張ります。ありがとうございます。ありがとう、風船。3回回って窓尾さんにも会うの。いや、そんなもんでしょ。アンチブロックしますよ、僕。1は大事でしょ。ありがとう、ハートありがとう。花火投げた人覚えてたりすんの？いや、覚えてないわけがないよね。覚えてなかったら二流だと思ってるけど。和道さんに誰か分からずアイテム投げてる方法ってありますか？和道さんにも分からず、捨てアカを作ること。一番いいのは。メインアカウントと別に、ツイッターアカウントとかで別アカを作るの。で、適当な名前にサムネもつけないで、要は投げる。追跡できないようにする。要は複数アカウントで投げる用のアイテムを持っとくの。誰もフォローしなくて。それがいいと思う。捨て頃は出れる、まあ、出れるのなら出ます。頑張ってるから投げるのは何か違う。あ、違う。頑張ってるから投げるじゃないの。面白かったら投げる。それが基本。そう。頑張ってるから投げるじゃない。俺が言ってるのは、応援してますアピがいらないよっていうことね。で、面白かったら投げてって言ってんの。で、ずっと見てます。潜ってます。応援してます。アイテムは投げません。はぁ？はぁ？はぁ？はぁでしょ？3年前から見てます。応援してます。ずっと応援してます。コメントは書きません。アイテムを投げません。はぁ？だったら、アンチコメントでも何でもいいからアイテム添えろやって思うでしょ。それ思わない？はぁでしょ？ホームレスは今週の土曜日っすね。あ、すいません。声大きくて。
それはそうだと思うけどな。それ応援でも何でもないと思ってて。ああ、そういう人いるらしいよ。なんか、例えばここで花火上がったら、どれさん、あ、うん、えっ、ー、と、ぷ、あ、違う違う、えっ、ー、と、色、違う違う、えっ、ー、と、とある配信者からフォローされましたみたいな。そういうのはあるらしいよ。だから、その、バレたくないっていう。だから、匿名で投げた方がいいんじゃん。その、うぜえと思うんだったら。応援にはいろんな形があるもんだろう。いや、ないでしょ。ないと思うよ。例えば、ないと思うな。例えば、ミュージシャンに会って、すごい好きなんです、すっごい応援します、ずっと見てます、って、そうなんですか、 CD 何買ってくれてんですか、って言ったら、いや、1枚も持ってません。コンサートとか来たことあるんですか、行かないです、って。なんで僕の音楽知ってんすか？YouTube でずっと見てます。あーん。CD 買ってねって言うでしょ。言わない？ グッズ買ってね、コンサート来てねって言うでしょ。言うでしょ。俺そういう感覚なんだけど。 はあってならない。それファンじゃないでしょって。いやいや、ていうか、アイテム投げてる人じゃなくて、わかんないのかな。フォロワーにランキングついてんの知らないの、みんな。だから、今月誰がいくら投げたか全部把握してるよ、俺。今1位が誰なのか、この人俺にいくら使ってんのか全部把握してるよ。そう。だから、お前に花火投げてるわっていう人とかも、すぐ追跡できる。いや、お前一回も投げてないよ、俺にって。いや、だから、貧乏で、いや、別に応援してなかったらアイテム投げなくていいんだけど、貧乏でって言うけど、100円は絶対ポケットに入ってんの。そう。で、ゲームセンターで100円なんか10分、UFO キャッチャーが1分以内に終わっちゃうもんなのよ。で、俺を、例えば1日1時間とか見てるんだったら、100円以上の暇つぶしは俺やってると思ってて。何俺、缶ジュースより価値ないの？っていうことよ。だったら応援してるとか変なこと言わないでっていう。黙って見ててっていうのが俺の考え方。その応援してる人をバカにされてる気分で嫌なの。花火投げてる人は身銭切ってるの。黙って後ろの方で見とけよっていう。10位以下も覚えてるよ。風船は無料でもらえるコーナーある。いや、だからそういうのを使って、まあ、投げてほしいかな。のんちゃん録音なんかしないよ。 リスナーさんって結構自意識過剰で、自分が注目されてると思ってんだけど、そんなわけないじゃんっていう。そうかその極論に聞こえるかもしれないが、和道の言ってること正論だよ。応援ってそういうことだよ。いや、そういうことだと思うよ。極論っていうか言い方がきつく聞こえるんだろうけど、でも、だってさ、そのコンテンツ、例えば音楽とかミュージシャンが次の CD 出せるとかコンサートできるって、売り上げがあって社会的信用があるから、売り出そう売り出そうってやるわけじゃん。で、周りがどんどん人が集まってくるわけじゃん。だから、俺食えないと活動頻度が減ってくんのも。だから、たまにいるんだよ。外配信増やしてくださいとか、旅配信やってくださいとか言うんだけど、俺旅配信本当はやりたいんだよ、今でも。で、なんでやめたかっていうと、ちょっと休憩してる時に、捨て頃があるからっていう時に、旅戻れ、旅戻れっていうの。だけど、バカじゃないのと思って、なんかすげえ腹立ってきて、逆にやめてやろうと思ってやめたのよ。なんでかっつったらさ、旅やんのめちゃめちゃ金かかんの。なんで金払ってねえやつに旅戻れって言われないといけないの？と思って。じゃあ、お前が旅行けって京都行ってよって言うんだったら、10万とか用意しろよ。振り込めよ。花火20万分投げろよ。交通費だって宿泊費だってかかるし。そう。ただで見ててずうずうしいと思わない？ちょっとコーヒー買ってくるわ。だから、なんかそういう奴らに対して頭きたから、まあいいやと思って。だったらプライベートで旅するわ。コーヒー買ってくるわ。のんちゃん何飲む？ポカリ。どこに売ってる？あ、そこに売ってるか。普通のポカリ。
水色の、うん、のんさん、ありがとう。はいはい、のんちゃんまだ風邪が治んないんだよね。なんかさっきの話の続きなんだけど、あの無料で見ることは別に反対じゃないしいいんだけど、お店だと思ってほしいっていうことをよく言ってて、お店の中に入って文句を言うとか応援してますって言ってお金払わなかったら警察呼ぶでしょ。いや、あの営業中なんで、あの注文されますか、いやしません、でも応援してます吉野家に入っていらっしゃいませ、席ついて頑張れ店員さん頑張れって、ご注文はって、いや結構ですお水くださいって、すっごい美味しいですよ皆さん頑張れ頑張れって、帰ってくださいってなるでしょ。で俺が言ってんのはそういうことなの。いや黙ってろと黙ってろと。で店の前にショーウィンドウがあって牛丼並べてるから、それ店の外でそのショーウィンドウを見ながら、うわ美味しそうだなこの牛丼食いてえな、牛丼うめんだよなっていう分には逮捕しませんって、うん、警察も呼びませんって、お店の外でやってって言ってんの。だから雑談たぬきとか2チャンネルでやって、うん俺はだって放送見ないもん、アイテムなんか投げないよ、うん、放送見ないもん。黙ってればっていうわけじゃないのよ、別に普通に会話する分には言わないから、応援してますとかいらないって言ってんの、わざわざ恩着せがましいっつってんの、応援してないからお前って意味ね、うん、普通に会話する分には別に何も言わんよ、うん、あ俺もそう思う、彼女のんちゃん出てほしいと思ってる、のんちゃん面白いから。いやだからマナー守ってんでしょ潜りの人は、俺アイテム投げないけど楽しむわって。いや別に普通のコメントだったらいいんだよ、なんかアンチコメントとか恩着せがましいコメントはいらないっつってんの。普通におはようとかは全然ありがたいよ、おはようって今日もよろしくって最近どうとか、なんかこんな面白いことあったよとかはウェルカムだよ、うん、普通にしてっつってんの。ありがとう風船、ありがとうございます。のんちゃんと1年だね、うん、結婚しちゃうよ、
アイテムは主もだけど運営さんへの、そう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 、うん、運営さんに半分いくからね。俺見ないもん配信、ほとんどほとんど見ない、うん、深夜食堂からいらっしゃい。そうそうそう、延長大体だから4時間枠で350円かかるのか、7回延長だから、うん、だから1日700円ぐらいかかってる。ワードリスナーだよ、もともとオフ会で出会ったね、うん、結婚式したら、いやだからそういうこと言ってんだよ、なんでじゃあ結婚式で出すのかよお前っていう。フォローありがとう。ちょっと面白いね、ビートたけしさんフォローありがとう。ビートたけしなのにサムネがタモリっていうね、ありがとうございます。ちょっとこいつ面白いな。全然ビートたけしじゃねえ、お前タモリだろ。サムネがタモリなのにね、小手半がビートたけしなんだよ、ありがとうございます。ちょっと面白いね。ずるいよな、こういう面白いやつがいるんだよ。こういう人は無料でも大事にしたいね。面白いネタになる、こ面白いコメント打つんだよこういうのは。4月に閉鎖されたら別に他のサイト行けばいいだけな。なんでそんな騒ぐ必要があるのかよくわかんないし。俺ふわっちは潰れないと思うよ。クリショーはやめたかな、うん、全然面白くなかった。整形は許す派、許す派、許す許さないとかの問題じゃなくない別に。何、俺が整形許さない派だったら何、整形してる人を全員皆殺しにするとかそういうこと。何、整形を許さないって何、整形してる女は皆殺しだっつってビルの上から整形してるやつを撃ち殺すの、スナイパーライフルで。全然意味わかんない、うん、ポイントがあるし、っていうか単純な理屈でみんなが経営者だったら毎月数千万儲けるコンテンツ潰す？いや、みんなが経営者だったら、毎月数千万生まれる、ほっといても、金のなる気があるんですよ。潰す？それが俺が理解できないの、潰れるって言ってる人。さすがにニコ生が潰すっていう話だったら俺わかるの？正直。もう潰した方がいいよねっていう。ニコ動だけでやろうとかならわかるの。うまくいってるコンテンツを潰れるっていうのは全然意味がわかんない、うん、で分社化するとかコンテンツだけを売るっていう手法があるのよ。そう、移すっていうか売るんだよ普通は。いや金のなる木だから数千万で買い取ってください、1億で買い取ってくださいみたいなことやの。事業だけを売るとかあんのね。だからないと思ってる、潰さないし潰れないとは思ってる。うん、まあめちゃめちゃ儲けてるよな、うん、海外はアメリカのサンフランシスコ州に 2,3 週間かないたことがあるのと、バンコク、タイか、タイに1週間ぐらいいたことがあるのと、サイパンはアメリカになるのかな、サイパン4日間ぐらい行ったことあります、はい、子供の頃ですね、全部親の金です。ふわっちの決算報告書は見てないけれども、親会社でしょそれって、グループ会社ので、今分社化して A っていう会社に分社化してるんだよ。もともと違う会社だったんだけど、だからもう完全事業を売る方向で動いてると思ってるけど、ふわっち還元は 50% だね。海外配信やりたいね。
そうそうそう、ここの経営者めちゃめちゃ若手で優秀な人なんだよ。ツイッター一回追っかけてたけど、めちゃめちゃ賢いよ、この経営者。で、そのジグっていう会社から分社化して A っていう会社と B っていう会社作った。IR は別に見る必要ないでしょ。社員じゃないから、経営者でもないし、ジグの経営者でもないから。そう、ふわっちの親会社ね。そう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 。会ってみたいリスナーさんいる？いるよ。いるよ。会ってみたい人いるよ。何人もいるよ。だけど、それを放送で言うとか、特定の人に会いたいって言うと、俺は、みんなに対して失礼だと思ってるから、絶対言わないけど、特定の誰と会いたいっていうのは。だから、その人本人にも言わない。縁があって、いつか会ったらすげえもうありがとうって言おうと思ってる。本当に助かったって。いっぱいいるよ、会いたい人。そういう機会を設けないの。リスナーさんと会うことが必ずしもいいことじゃないと思ってるから、会って嫌なことの方が多かったから、そこは複雑だね。ルサルクじゃないよ。特定の名前を言うなっつっての。社会不適合者でしょ。カオスは配信者だからね、俺にとっては。あの人はリスナーじゃなくて配信者っていう扱い、俺の中では。だから、何、のりゆきさんに会ってみたいとか、そういうノリだと思う。リスナーとして扱ってない、俺は。会って嫌なことが多い。8割ぐらい会って良くなくなるっていうのは俺体感で分かってるから。あんまりリスナーさんとリアルで交流はしない方向で考えてる。年1回ぐらいかな。会って救われたことも何回もあるよ。だけどそんなの稀。会って関係が崩れることの方が多い。何があったっていうか、簡単。みんなは何年も俺のこと見てたりするじゃん。だからもう思い入れが深いのよ。昔から知ってる、まあ俺のこと弟だっていう人もいれば、もうほんと友達だっていう人もいれば、先輩だっていう人も、いろんな人がいるの。みんなずっと見てんの。俺からしたら初めましてなの。でも会うと、すごく、なんつうの、こっちの人は思い入れがさらに強くなるの。いや、俺は特別ってなるわけじゃん。だからギャップが埋まらない。俺からしたら一回会った初めましての人なんだよ。だから、ずれてくの。なんで俺を特別扱いしないんだって多分なるんだよ。だから会わない方がいい。いや、だから今だから言うけど、別にのんちゃんと俺とリスナーさん2人と飯食ったりとかあるよ。でもあんまり言いたくない、そういうことは。会ってる人は会ってるよ。のんちゃんも会ってるよ、配信外で。いや、俺ずっとのんちゃんといるから、のんちゃんといない時にリスナーさんと会わない。配信者との距離感、いや、合わないことでしょ。ハウス個性すごいね。いや、別に女性だよ、その人、合ってるの。いや、女性のリスナーも合ってるよ。いや、のんちゃん 20年前はのんちゃん美人だったとか言うけど、別に美人だと思うけど、今でも。だから花火上がらないでしょ？だから普通のわけやりたいのよ。のんちゃんの好きなところを教えて。俺、まず、俺が俺のこと世界で一番好きなんだよ。で、のんちゃんも俺のこと世界で一番好きだって言って、え、お前も和道好きなの？みたいな。
え、お前やっぱ和道好きなの？俺もなんだよみたいな感じ。俺も和道好きなんだよねみたいな。気が合うねみたいな。わかる？俺もなんだよみたいな。仲良くなれそうだね。いやだから美人だと思うよのんちゃん。じゃあ逆に質問なんだけど、愛子さんとタメなんだよ。愛子さんとのんちゃんだったらどっちが美人だと思う？愛子さんと多分タメなの。愛子さんとのんちゃんだったらどっちが美人だと思う？うん、だからみんなも女性でのんちゃんのことをおばさんとか言ってる人はのんちゃんと同い年になるんだよ。その時のんちゃんと同じぐらい可愛くいられるかだよ。愛子さんのんちゃんの方が多いでしょ。どっちもブスとか言ってどっちでもいい、うん、いや俺のんちゃんの方が可愛いと思うよ、うんうん、でしょ。のんちゃんの方が多いでしょ。あ、まあ愛子さんも多いか。愛子さんもブスじゃないからね。うん、愛子さんもね、俺は吉高由里子に見えるね。うん、うん、名前はだいぶ前に変えたね。計算通りじゃないよ。うん、全然計算通りじゃないよ。だから閲覧の数とアイテムの数は比例しないっていうのはふわっちでだいぶ学んだことかな。だって俺よりも閲覧少ない人にバンバン抜かれて今100位以下でしょ俺。のんちゃん話し方かわいいよね。いや、ドルさんの方が上でしょ。稼いでるでしょ。だいたいマンスリーランキングの半分とか、それくらいじゃん。マンスリーポイントの半分ぐらいだと思って、いいよ。ドレさんはもう寿命があと短いから、あの逃げ切るっていうのが今目標だってプライベートで話してた。もうこれ以上、人生でこれ以上宝くじ当たることはないから、俺はあの捨て頃で、あの当たった宝くじをの、 あの余韻で生き残って逃げ切るって言ってた時、リアルだなと思ったよ。ドレさん賢いなと思って、そうだよ、俺は食えればいいんだよっつって、このままどうやって逃げ切ってやろうか考えてるっつってね、この人頭いいなと思ったよ。うん、正解だよね。もう当たらないって本人分かってんの、だけどあがいてるの。そう、正解だよね。頭いいわと思って、うん、ノレさんはあれでしょう、その女性のからの花火が減ったんだと思ってる。うん、俺はバブルがなくて積み上げ型だから、あのなんか閲覧がドバッと増えたことは今までほとんどない。おはようございます。うん、なんだろうね、病気だよね、若い子とセックスしたいって。うん、アイラに聞いて、アイラが持ち出して、アイラが負けて、相手もアイラがバックレただけだから。うん、俺はだから息長いと思うよ。あのバーンって反動で伸びる人ってバーンって下がるの、うん、だけどゆっくりゆっくり上がるタイプってゆっくり衰退していくタイプだから息長いと思うよ。伊達に5年間ずっとなんかこのポジション維持してるタイプだから。ドレさん別につまんないと思わないかな。ずっと喋ってるから音的には楽しめると思ってるけど、
ドレさんから言ったのはもう売名する必要ないっていうのと、それは本人が言ってるね。強い相手でやらされる、負けるのも嫌だ。いや、それはね、本人は言ってないかな。負けないって言ってる。ただ、勝っても旨味がないみたいなこと言ってたね。1000円のアイテム買っても配信者に500円くらいしか入らないんだ。そうですね。はい。でも、もし1000円投げなかったら俺には1円も入らないから。でしょ？で、ふわっちで500円いくわけだけど、ふわっちは、なくなったら困るから、儲かってほしいと思ってるから。配信者に1000円いくの、なんか半分しかいかないの嫌だっつっても、それ0円だから、俺からしたらアイテム投げてくれてる人を大事にするね。取り合いみたいになってきてるよね。ちょっと嫌だよね。初コメありがとう。のんちゃん後ろでポカリ飲んでる。まあまあ、ラジオ代わりに聞いてる人はスキルあると思うけど、俺は。うなちゃんまん、ゆいがさん、便所太郎さん。まあ、俺もそのタイプだと思ってるけどね。109位か。ひどいね。100位割り込んだか。いや、得する、本人次第なんじゃないの？わかんない、それは。俺は普通に捨て頃、得か損かじゃなくて、出たいか出たくないかで考えてるけど。のりさん、もう脳みそ溶けちゃってるね。おはようございます。直接振り込みは俺一切受け取ってないですね、今。アイテムしかもらってないのと、あとグッズの販売かな。パーカー、T シャツ、ステッカー、そういうのの郵送振り込みで銀行に振り込んでもらってます。直接支援はもうやめました、僕は。手頃のギャル安くなった。マジで？じゃあ出ない。 じゃあ出ない。 ドレは以前よりよく見たけど今は嫌いだ。昔のドレさん好きだったな、俺も。別に今も嫌いじゃないけど、ファンではなくなった、リスナーではなくなった、俺は。鮫島さんが捨て頃大嫌いだからね。今そうですね、ふわちポイント、 YouTube の広告料、グッズの売り上げが3本柱っすね。いや、ドレさんに不満が多いわけじゃなくて、ドレさんが有名になっただけだと思ってるよ。別にドレさんのこと好きっていう人もいると思ってる。ドレさんの好きな、逆に好きだっていう人手を挙げて、多分半々ぐらいなんじゃないの。直接支援はなんかやっぱり申し訳ないなと思ってて、なんで配信を通して投げてもらいたいかっていうと、そのパフォーマンスに対して今日暇つぶせたから投げてもらうっていうのが楽なんだよ、俺としても。だけど直接支援だと見返りがやっぱり必要になるから、だったらグッズ買ってっていうかさ、なんかやっぱりその仕事としてやりたいから。そういう感じ。嫌いな人多いな。神 主この前駅前で会ったよ。なんか駅前で「ワドワド」って言って「おお、神主」っつって。生きてたよ。あ、トレさんみんな嫌いなんだ。そう、見返りを求められた時絶対返せないから。やっぱりその何もしてないのに現金直接もらうっていうのは怖いよ。あんまりまともじゃないと思ってて。物は受け取ってるね、全部。これもブレスレット、これ女性リスナーさんから、お坊さんなんだけど、天然石を全部取り寄せて、全部その四重とか掘ってくれて、多分これすげえ高いやつだと思うよ。なんかパワーストーン好きで集めてた時期あるから、クラッシュの水晶とで梵字が入ってて、なんか一個一個に念を込めてくれたらしいよ。掘ってくれて、だから身につけてるね、送られてから。すごい達筆だった。何でもやっちゃうみたいなのやってるよ、俺。1時間、俺は1時間のギャラが3万プラス交通費、あと移動の時間も含めてやってる。1時間3万でやってる。和道とどれ、
どっちとやりたいだ、セックスしたいってこと？俺とセックスしたい女なんかいねえよ。あ、そうそうそう。っていうか、あれ、元祖バー配信は俺だと思ってるよ。うん。何でもあと月1ぐらい仕事入る。たまーに。うん。月1も入らないね。うん。うん。あ、俺もサイレント NG だよ。俺もサイレント NG。 いや、売名されるのっていうか、俺よく売名売名って言うけど、そもそも配信をするっていう行為が売名だと思ってんのが持論なのじゃん。だから売名が仕事みたいなもんだから、ただ売名のかっこいいやり方とかっこ悪いやり方の2パターンあると思ってて、そう、スマートにやるかダサくやるかの2つしかないと思ってる。もうそもそもが売名ツールだと思ってる。キツネさん、おはようございます。売名されるも何も俺も今ナウで売名中だから。あ、ありがとうございます。キツネさん。花火ありがとう。ツイッターアカウントのことを教えていただき、何のことだろう？ツイッターアカウント。何のこと？あ、はいはいはい、花火ね。うん。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。さっきの話か。捨てアカ作ったらいいよ。なるほど。あ、そういうことね。うん。いやー、まあね、うん、気をつけてっていうか、別になんかドレさんが悪いことをしたらドレさんに返ってくる、ドレさんがいいことをしたらドレさんに返ってくる、ただそれだけだと思ってるから、別に気をつけねえわ。どんな人、別にドレさんに限らず俺もそうだし、ここにいる全員そうだし、自分でやったことは自分に返ってくると思ってる。鮫島さんと俺喧嘩したつもりはないかな。うん、髪型ね、そう。実家、俺はもう縁切ってるから実家がない。何年も帰ってないよ。うん、傭兵嫌いなんだけど、ああ、見ないといいと思うよ。嫌いなら。うん。免除さんはだって便乗太郎っていうのが、だって便所さんのメインコンテンツじゃん。親父とは縁切ってないよ。全然縁切ってなくて仲いいんだけど、そのお父さんっていう感覚じゃないのよ。もう、なんつうんだろう、家族っていうかね。小学2年生の頃からいなかったから。だから、そう、普通の家庭関係とちょっと違うんだよね。親父は親父なんだけど、普通の親父じゃないんだよ。そう、みんなが言うところのお父さんとかお母さんとはちょっと違うの。家庭があるし、もう向こうに。だから間違いなく俺はそう、親父から DNA を引き継いでんだけど、一緒に生活してなくて2年に1回1年に1回会うっていう関係だから、うん、そうそう、いや別に謝んないで、うん、俺にとっても普通だから。これ初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてください。どれの枠でそんなこと言ってないってコメしたらネタだから許してにゃんって、許せねえわって。ああ、まあそれはダメだよね。言ってないことを言った風に言うのはダメだよ。で、俺は逆の使い方をしてて、例えばリスナーさんとこんなことがありました、すげえ面白かったすんじゃん、プライベートで会って、配信者とかリスナーさんと会って、でその時に俺はリスナーさんに言うの、これネタにさせてくださいってお願いするの。まずすごく面白かったからトークで使わせてっていうので、その時に名前とか性別を絶対変えるからっていう、あなただって気づかせないからネタにさせてって。だから俺から実はそのコンビニでさ、セブンイレブンでこの前こんな店員いたんだよって言うけど、実はそれセブンイレブンじゃなかったらファミレスだったりするの。特定されないとか誹謗中傷されないようにうまくずらしてるんだよね。そう、
だから、そう、実は元ネタにされたリスナーさんっていっぱいいるけど、うまくやってるなって思われるはずだよ。あ、俺とのあのエピソードトーク、こんな感じで変えるんだっていう。実はそこを変えないと、マナー違反だと思ってる。うん。ふわっち ID で Twitter 特定されますか？されます。はい。だから、捨てアカの Twitter を作らないとダメ。うん。キツネをやってみてって言われたからやってみました。再婚したら他人っていうか、まあみんなが言うところの普通の家庭とはちょっと違うかな。他人だとは思わないけど別に。和道さんに聞きたいのですが、はいどうぞ。あ、俺は家族っていうのは血のつながりじゃなくて一緒に生活してるかどうかだと思ってる。あ、匿名さん花火ありがとうございます。ハートもありがとう。おはようございます。揉め事配信どう思いますか？つまんないかな。うん、すげえつまらないっていうか。うん、まあ、ニコ生でずっと匿名に慣れてるから、あんまり別に、こなせるっちゃこなせるね。うん、なんとなく誰かわかんない。いや、全然、特定しようと思ったら誰だかわかる人もいるかもしれないけど、今はそういうスイッチ入れてない。不特定多数とやってるっていう風に脳が回してるから、うん、喫煙の方が面白い、うん、サメちゃんの言った通り花火大会なんて配信者が儲かるだけでリスナーは損ばかりやからやめろって警告正論だと思った。あー、なるほど、うん、でもね、それを正論だと思う人はアイテム投げない人だと思うよ。うん、風船プレゼントありがとう。兄弟とも縁切ってますね。はい。風船ありがとう。あのね、匿名でコメント打つね、唯一方法を教えてあげようか。風船を大量に買っておくんだよ。あの、一コメントごとにね、匿名でコメント打つの。そういう手段もあるよ。結構テクニカルなんだけど。うん、染め直した、赤くした。風船だったらさ、一個1円でコメント打てるん。で、匿名で誰にもバレないから。だから風船でコメント打つっていう。違うスマホで ID 作っても特定さ、特定っていうか、スマホは問題ない。Twitter がバレたくないんだったら Twitter を捨てアカで作るのよ。名前を変えて、あとかにするの。で、あ、そのツイッター、あっていうツイッターで、あのアカウントを作るの。そしたら、Twitter は特定されても、あしか書かれないから、誰もフォローしてないし、あな人じゃん。特定しようがないよね。うん。これアイテム投げないよ。買ったことない。のんちゃんの両親健在かどうか知りません、僕は。うん、ニコニコのこと解説？何ニコニコのことって。風船と匿名ってできないの？え、風船って匿名できないの？ごめん。できないらしい。あ、できないんだ。知らなかった。すいません。定期的に、いや、リスナーが、求めるんだと全然やりますよ、僕は。全然やります。はい。やりますよ。うん、はい、こんにちは。はい、ワードツー。いや、花火が上がるんだったら、アイテムが上がるんだったらやるよ。例えば、普段の枠よりも狐枠の方がアイテム上がるんだったら、俺としてはそっちの方を選択するでしょ。だから、キツネ枠やってって言うんだったら、アイテムガンガン投げて。こっちの方が面白いんだったら。そしたら、自然とそういう結果を出すから。おはようございます。あ、この人誰だかわかる。よう、ワド、おはようは誰だかわかる。この書き方で風船10個の投げ方は誰だかわかるわ。この人はわかった。この枠で初めてわかった。日本人は匿名文化好きだね。うん。ありがとうございます。花火ありがとう。
恥ずかしがり屋なんじゃないよ。そう、自分の発言に責任を持ちたくないのよ。うん、尖ったことが言えないから。要はね、異物を排除しようという国民性だから、あの、なんつうの、尖った意見を言うとこのコミュニティから外されるっていう風に無意識で判断するの。だから匿名の方が何かを言いやすいっていう国民性の問題だよ。うん、30日までじゃない、キツネは。うん、キツネはみんなが、あ、俺は誰だか分かんないっすよ。俺も分かんないっす。俺の画面でも分からないです、誰がコメントしてるか。で、なんでかっていうと、普段からこの人は風船10個投げておはよう、そう、癖のあるおはようの言い方をするから誰だか分かったの。うん、あ、ハロウィンの時に買いだめしたんだ。はいはいはい。あと賢いね。アイテム投げた人は分からね。うん、おは、分かる。分かんねえわ。ごめん。またキツネやってね。はいはい。了解。うん、あ、これロハコさん。これロハコさん。これ、キツネ126号は多分ロハコさん。うん、合ってる ?126 号ロハコさんでしょ。合ってる ?126 号さん。うん、リスナーロックオンあんましないよ。合ってるでしょ。合ってない、合ってないかな。ロハコさんこれよく書くんだよ。うん、風船プレゼントありがとう。タヌキを見た方が悪いと思う。タヌキを見てる方が悪いと思う、俺正直。うん、くだらない。俺タヌキ自体見ないからどうでもいい、書かれてたもん。検索するから見てるわけだ。あー、こうやってやるよね。お、女の人がコメント来て可愛い子さん来た瞬間、こういう動きが絶対あるよね。しれーっとした顔で、あ、おはよう。おいっていうね。おいっていう。おい、何したんだ今、人差し指で何したんだお前って。あれ、プロフィールページを見てんのね。そう、アイコスは臭いからやだ、嫌い。やるでしょう。ドルさんの観察してごらん。もしくは可愛い女の子のステアカ作ってコメント打ってごらん。和骨って。そしてこうやってやるから。人差し指でやられなかったってことはタイプじゃない、タイプじゃない。俺見ないって、2チャンネルもタヌキも見ないよ。正直言うと最初の書き始めは嬉しかったのね。うわー、俺のスレッド立ったーって。ニコ生だから2チャンネルずっと見てたの。でもね、もうね、見ない見ない。もう何書かれてるかもう全部想像できる。誰の話題、どの話題って。要は、なんつうの、彼ら発信じゃなくて、俺が放送をやった後に書かれるって構造だから、要は、で、俺の、コメント欄で書けないことを書いてるわけでしょ。そういう人たちが書いてるわけだ。でもね、にちゃんとかタヌキって書くのって 4,5 人なんだよ。だから一回分かったのが、そのとある配信者でワンワンっていう人がいるんだけど、もう思いっきりその俺のアンチコメントバーって書いてんの、ニコ生でワンワンが。だけどそれがその文明役通りとか、丸の付け方、点の付け方とか全く一緒に2チャンネルに書いてあって、そう、お前だろうって言ったらバレたっつってた。だからね、書いてんの配信者なんだよ、ほとんどが。要は同業が嫉妬で書いてんのね。だからそういうのも見えてくるとくだらなくなるから、うん、ガヤっていうよりも同業の嫉妬、うん、憶測だけっていうか感想だよね、その各々の感想。
おのおのの感想です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。